テクノメディアマジックニューパズマツさん新品卒業計画。はい、今回もやっていきたいと思うんですけども、デイリーイベントが始まりましたっていうお知らせなんですけど、ちょっと日またいでしまったもので何にも手つけてないです。よし、押したな。で、ステージ181が追加されたんですけど、まだまだ自分はここです。まだ先なんで。で、このお知らせなんですけど、ちょっと、なんて感じですね。デイリーイベントの追加に伴い、ステージ初クリア報酬を調整いたしました。4ステージ以降の全ステージの初クリア報酬はマツジュエル5個に変更されたんですよ。今まで50個が5ステージごとにもらえたんですけど、なんで、1ステージで10個かな、ペース的には。それが、いきなり、1ステージごとに5個になったんですよ。これはどうでしょうね。これこのままでもよかった気がしますけど。だってまだまださ、出始めだからさ、いきなり報酬がパッと切り替わるってなったらさ、えってなると思うんだけど。しかも、クリア報酬でさ、クリア報酬で今までもらえてた梨とか、それこそコインとかが、全部このジュエルになったってことになるよね。あまり課金しない方にとってはかなり厳しいのではないか。ナースシリーズアイドル、トド祭以外の全キャラクターのスキル発動値を低くしました。でも割に合わないな。50ジュエルもらったところで。っていうとこなんですよね。で、ちょっとイベントを見てみたいと思います。デイリーイベント。イベントが開催されているぞ。この曲は、この曲パズマツの曲じゃん。聞き慣れてるよこれ。今日はあと3回やらなきゃ損だぜって言われてもさ、イベントコーのあと13時間何があるの？ハート使うんだ。ジャングルでニャーニャーニャーじゃないのこれ。なんか聞いたことあるイントロだと思ったら、なんかジャングルでニャーニャーニャーじゃないのこれ。ニャーちゃんの曲じゃないのこれ。アメショ、ペルシャ、ミケ、マンチカン、スコ、シャム、ロシアンブルーじゃないの？違うかな。イベント詳細。デュエルチャンスは毎週同日に開催されます。パズルクリア時にイベント報酬としてマツジュエルが獲得でき、高難易度ほど多くのマツジュエルを獲得可能です。パズルをクリアできなかった場合は報酬はもらえません。1日プレイ回数は難易度を問わず3回までとなっております。
1回のパズルのクリア失敗時にもう一度選択してパズルプレイした場合、2度目のプレイとカウントされます。はあ。となると自分はどうだろう自分の腕前もうね、さっきね42か3ぐらいのところで50回以上はね、やってやっとこ星3取れたんで、どうしようかな。いきなり上級行ってみようかな。60秒以内にスコアを達成しよう。時間制限か。ってことはあの曲聴けるのかな。確かパズマツの曲が聴けるはずなんだよな。さあ行こう、俺たちの世界へ。来た。これもパズマツのパズマツのイベントの時の曲に似てます。ただ、ちょっと楽器がアレンジされてます。向こうは確かエレキが入ってたはずなんですけど、こっちはエレキじゃないんですよ。こっちはシンセなんですよね。タイムの場合、1手目を動かした時点からスタートなので、まだここでは動きません動けません。今どういうフェーズ？押した瞬間にスタートになります。じゃあ下から行きたいと思います。あーまずい、見えてない。おーっと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 、ちょっと待って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 、下手くそすぎる。さら、まあ仕方ないよ、シャッフルなるよね、そうなるよね。見えてないってことはシャッフルになるんだろうな。すごいな。ハニーマッツ。よし、タイム延長を使う。すごいな。いけ。ブラザー一緒に歌うかい？すごいね。すごいな。奇跡だ。とりあえずクリアはできた。すごいな。あ、いったね。あ、クリアはしてるのか。ステージクリアする俺。よしよし、クリア、ギリクリアだ。自分の腕前でもクリアはできますね。やっぱりこれニャーちゃんの曲だよね。やっぱりニャーちゃんの曲だやっぱりニャーちゃんのところだと、あと聞けるのは本編だと、あと本編じゃないですけど、どこだったっけな、あのショートフィルムシリーズの第2弾の方だかな、なんかシューティングゲームのやつ、いちご松と嫌味が出てるやつ、あそこでも聞ける。さあ行こう、俺たちの世界へ。じゃあもう一回、よし、あと2回できるからね。さあちゃんと見ないとね、ちゃんと見ないと。あーお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 ーつける発動できる、違うか、見ますか。あー違う色でしたかったな。あー
すごいな。すごいな。使え。よし、使え。はい、注射打つよ。やるんだ、チョロマツ。チョロマツ兄さん、頼んだ。あー、まずいパズルが見てない。とりあえずクリアはした。クリアはしたけど、ひどいスコアになりそう。ひどいスコアになりそう。まあ、シャッフルなるよね。すごいな。ラストボーナス。ああ、そっかそっか。以降聞いてなかった。勝利の美酒で乾杯だ。よし、あと1回。さあ、行こう。俺たちの世界へ。よし。じゃあラスト1。あ、使いたい。使いたいけど、我慢だ。いや、これに関しては使わなくてもいけると思う。多分使わない方が見やすいと思う。どこだ、どこだ、見落としてる。あった、あった。なんか失敗してるな。結構失敗してる。兄さん、ちょっとつかして。あ、嘘、押せなかった。押せなかった。押せなかっただと。これで家押すとなの。あ、そういうことか。待てよ。10個で、確か、クリアすると、15個もらえるから、1回は間違えた場合はいいのか。5個プラスだからいけるか。よし、行ってみよう。なるほど、スタートしないのね。じゃあ、こうしてこうして、で、使う。はい、注射打つよ。さすがマイブラザー。ん？ブラザー一緒に行くかい？すごいね。これでクリアできればいいんだよな。できてない。届いてない。ダメじゃん。下手。自分の下手よ。あ、これ選べるのか。ここで戻れるのか。今日は終わり、今日はもう終わり。また明日なーって。思いっきりミスってる。最後だけミスる。いやー。
これの方針ももしかして本当に 5になってるのかな。これね、42をクリアするのにすごい時間かかってしまって、やっとクリアできたのに。こっちだ、イベントの方はクリアできなかった。じゃあ残りハトこっち使ってみたいと思います。さあ行こう、俺たちの世界へ。おっと、苔がある。この苔はですね、1個でも消さないと1個ずつ増えてきます。1個でも以上、1個でも消せばいいんですけど、1個も消さなかったら1個ずつ増えていくんですよね。全部色がなんか緑だから、トロマスニさんっぽいんだけど、ジューシマスだったっていうね。あー、これは残念。1個消えるね。1個増えるね。1個増えたね。1個増えたね。シャッフルなるね。まあこうだね。ただこれ以上は増やしたくないんだけど、こうするしかないんだよ。こうだな。で、こうか。で、こう。約下まで来た。ただ、次の手で消せるのがないから、これがね、動かせないんだよね。考えているのか？動かせればいいんだけどな。こうだ。はい、注射打つよ。いけ、ブラザー。よし。消していいんだろうか、これは。考えているのか。ちょっとこうなっちゃうんだよな。髪がつきた。これはどうしようかな。そうかな。こうすればいいのか。おお。ただ。増えない。増えない。な、隣り合わせにあるやつじゃないと増えないのか。つまり、これも端っこにあるから増えないのか。なるほど。これだと増えないのか。増えないんだね。ははは、隣に何もなかったら動けないんだ。檻がある、檻が邪魔してるから変わらないんだ。はあ。今どういうフェーズ？あ、ん？すごいな。で、こうか。押して、こうだ。ブラザー、一緒に歌うかい？すごいね。じゃあ、でもこれ変えちゃうとこっちが手に入りにくくなるよな。じゃあこれだ。で、これはどうだ、いけるのか。ターン延長2秒延長は嬉しいよ。考えているのか。
この列なんだよな。考えているのか。これで多分消せば。うん。あんまりあまり良くはないな。どうしようか。お、これはクリアしたかな。つまりこれはこれでいいんだ。クリア。よし。服装が普通なんだよな。よかった、ここは普通にクリアできた。楽勝だぜ。よし。あ、ほんとだ、5個だ。5個だ。さっき出入り1回失敗したよ。5個なのか。あ、来た。時間。こうやってさっとできるかな。さあ、リベンジだ。俺たちの世界へ。うわぁ、難しそう。今、直近に浮かせるのは、青、カラマス兄さん、トッティとチョロマス兄さんだけ。で、これ動かすとこうなるから、なるべく平らに消した方がいいから、まあ、こうなるよね。こうなって、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 あったって、ごめん、ありがとう。もう、ガイドに頼るようだったら全然クリアできないよ。すごいな。シャッフルか。あー、シャッフルされる。こっち溜まった。すごいね。これ時間止まってるんだね。すごいな。これクリアはしてるね。いや、さっきより難易度優しい。難易度優しい。楽にできる。超楽。1個中に1個壊し忘れたな。ステージクリアする。あ、5個だ。さっき使った分がこれで補充されたな。いう、トトコちゃんとこまで来た。ここは25体以内。さあ、行こう。簡単であれ。したのか。うわー、やりたい。我慢だ。それしかないよね。消せるのそれしかないよね。上しかないよね。増えるよね。
まあ、まずこれで。いや、これはこうでしょ。で、これはこうでしょ。ちょっと訪れあるけど、まあいいや。これはこうだ。弱ったな。増えたな。増えたな。減ったけど。シャッフルなるよね。これはこうでしょ。で、あ、これはこうだ。ターン数増やそう。今の音も多分聞いたことあるんだよな。今の効果音も。これ動かせないのか。どうしようか。そっち増えてきたな。処理したいんだけど処理できるものがない。ああ消えた。だいぶ厳しい。ターン数が増えたけど、わあ、わあ、厳しい。シャッフルなるよね。まあ、まずは延命しよう。はい、注射打つよ。さすがマイブラザー。でも3ターンなんだよな。あ、じゃあこれで5ターンになるか。全然届かない。あこれは終わった。終わった。クリアはしたいな。あ、ハタル。よし。さあ、行こう。俺たちの世界へ。まだまだいける。直近に消せる色がない。あった。これじゃ延命。
あった。スリードがない。よし、これはまずこうでしょ。で、こうだ。あ、これで全部消えたか。あ、1個残ってるか。左側のやつか。でもあれ、すぐ消せるもんないよな。よし、とりあえずこれで全部消えた。まずこうしておいて、確実に消していこう。これ下のやつだけ発動できればな、すぐ終わるんだけど。これはカラマツ兄さんのスキルに頼るかな。考えているのか。えぐいとこ取ったか今。そうでもなかった。カラマツ兄さんのスキルさえ発動できればな。なんとかいきそうな気がするんだけど。仕方あるまい。あ、これいけるか。いや、逆になるもんな。まあでもいいや。あ、いけた。いけたし。よし、ちょっと訪れがすごいけど、まあいいや。あっ、そっかそっか。しかし、でもとりあえず、あ、でもトトコちゃん見るには、あー、でも結局はそうなんだよな。ハート3つでクリアしないと。まあいいや、とりあえずストーリーは見よう。うん、
石油王。24話のねまたっていうことでね理解はしてるみたいな。ひでえひどい。おそばすちさん、うん、あと星1足りませんでした。これも裏でやっていきます。お、別の人出てきた。ええ、アプリが落ちた。大丈夫、録画できてるかな。アプリ落ちたから。今回ここまで。